エリゾボ空港は、ロシア連邦カムチャツカ地方ペトロパブロフスクカムチャツキーにある空港で、ペトロパブロフスクカムチャツキー北西近郊のエリゾボに位置する。3400メートルある滑走路は、最大積載状態のいるマイナス96や、ボーイング707がり着陸するのに十分な長さがある。メインの中期場には34の中期場所があり、 そのうち18カ所については、ビルマイナス96のような幅広の胴体を持つ機体にも対応できる。またこれ以外に、小型機用として8つの舗装済み中期場所と12の舗装されていない中期場所がある。2018年9月1日より、日本人や中国人をはじめとした18カ国の外国人は、ウラジオストク自由広報により8日までの電子ビザを、 事前申請することができるようになった。2012年4月1日、大型機により適したものにするため、16R34 リットルの幅を45メートルに、長さを900メートル伸ばして3400メートルにする改修が始まった。この計画にはターミナルと中機場の改修も含まれている。2017年8月、地域空港社が東空港の新旅客ターミナルの 建設を完成させるコンテストで優勝した。建設は2018年に始まり2021年に完成する計画である。ありがとうございます。